これから宿に運びます。隣町の民宿まで行かなきゃなんないんですけども、こんな感じですね。今回6枚ですね、畳が。畳6枚、4面四方打ちとその他2枚ですね。あとはちょっと床の保護用のベニヤとかから、これは自分の剣で、これはセッタで、この辺は非刀術用の刀で、その奥にあるのが書ですね。でこれはちょっと今回人間の背の高さっていうか、人間の視線と同じ高さの三脚を持っていくんで、でちょっとあれですね、足のところを、体育館の板の間を痛めないように、こうやって卓球の、あ、卓球じゃない、バドミントンのこのゴムをつけて床の保護ですね。あとは、おつまみ用のナッツとか、お酒とかワインとか、その他、メンテナンス用の、剣のメンテナンス用のアロンアルファとかペンチとか、あと、ダイヤモンドヤスリ、あれダイヤモンドヤスリ入れてないかな、あった、ね、あとはガムテープとかです。ただね、めったに私は袴は履かないんですけども、まあ、こういうちゃんとした稽古の時だけ袴を履きますね。今ちょっと干してます。いやちょっと今回荷物多いかな、運び込む。あ、そうだ、あとティッシュペーパーとかですね、いろいろ結構ゴミ袋とかティッシュペーパーとか小物が割と忘れるんですよね、うっかりすると。そうそう、あと、あとこれ8本ぐらいあるんですけど、アクエリアスですね、スポーツ飲料をちょっと皆さん用に用意しておきました。あとね、おつまみ用の、寿司ネタのホッキ貝とかはちょっと今冷凍庫に入れられて、明日の夕方に解凍かな。持ってない、写真撮れなかった。あんな色の生地見たの、はい、持ち出すも、はい、しまうのも楽しね。そっか、出入り口があったんだここに。